4番のプレイヤーは発言してください。4番食べちゃうぞです。お願いします。今醤油せんべい食べながらやってます。進行論なんだっけな、進行論ありましたよね。ちょっと最近なんかちょっとやってないから忘れちゃったけど、 2-2 になったら釣り切りがあのセオリーなんだっけ。セオリーなんかね、ちょっとわかんないんだけど、なんかあの攻め込む人ってやっぱいるじゃないですか。あのなんかもうガンガン行こうぜみたいな、ドラクエでいうガンガン行こうぜみたいな感じの人いるじゃないですか。でも僕はなんかさ、なんか安定っていうの、ちょっとゆっくりめでいきたいんだよね。なんかバランスタイプみたいな。だから釣り切り、これ進行論はちょっと合ってるか分かんないんですけど、 2-2 だったら釣り切りで、あの霊能者さんの方からまあ手をかけて、まあ、安定タイプみたいな感じでお願いします。5番のプレイヤーは発言してください、はい。セオリー通りってのはあんま好きじゃなくて、2-2になっても、まあ、釣り切りするところに狼がいるとは限らないし、だから臨機応変に、まあ、ドラクエで言うといろいろやろうぜって感じですかね、はい。まあ、攻撃力こそ最大の防御とも言いますし、まあ、4番さん、まあ、どんな作戦をしても、まあ、勝てればいいかなって思っています、はい。で自分の進行論からすると、そうだな、まあ、発言よりも失言に耳を傾けてほしいっていうのが一つですね。自分が狼の時とかもやっぱり失言とかよくするんで、まあ、でも発言で疑われることあんまないんです。だから失言に目を向ける耳を傾けた方がいいかなって自分は思っています。んで、そうだ、4番さん、まあ僕と考えはちょっと違うけど、まあ特に狼らしさはまあ全然ないですね。6番のプレイヤーは発言してください。僕はあの4番、5番さんとは違って、ドラクエで言うと命大事に派なんで、僕の命が危なくなった時は、釣り位置にあのたくさん票が入りそうなとこに入れて自分の死を免れます、はい。その人が怪しくなくても、僕はあの命を、自分の命を最優先に戦っていこうかなと思っております。いいね、ドラクエ。それですね、まあ、このゲームね、やっぱり すいません。このゲーム、まあ、人がやってるんで、感情がね、どうしてもあるので、あの自分の考察があっても、なんか叩かれたら、その一釣りじゃ、みたいな。そういうのは、あの、やめてほしいです。はい。でも僕は、あの、申し訳ないんですが、感情で動く派です。7番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。いやーなんかドラクエの作戦やろうと思ったけど、もうこれ以上思いつかないですね。4番さんに関しては特に思わなかったからな。もう5番さんに関しては発言よりも失言を取ろうっていう動きであれば、村に対して村は失言をするなっていう、なんだろう、名言は欲しかったかな。別にいいんやけど。6番さんに関しては何なんだろう、なんかドラクエの作戦の影に潜めて、なんかすごいこと言ってなかったっけな、なんかものすごい釣りやすそうなところを釣るみたいな、なんか思ってなくても自分が生きれればいいから釣りやすそうなところを釣るみたいな、すごいむちゃくちゃなこと言ってるなって思っちゃったから。8番のプレイヤーは発言してください。このまま一番帰ってきた。オッケー。4番さんに対して思ったのは、釣り切りは無理だよと思ったこと。霊能をね、ロラして、占いは絶対片っぽしか釣れないから、霊能ロラして、占い片っぽ新決め打って、グレイ行くっていうのが多分普通じゃないか。わかんないけど。で、6番さんに関しては結構人外志向なのかなと思ったから。なんか自分は残って他人を蹴落とすってのは結構狼がいるそうなことだから、6番さん人外志向で、7番さん、そうだな、まあ5番さんに関しては、どうだろう、まあ4番さんのことが結構村目に見えたっていうことで、まあ、5番さんのその村で見る思考っていうのはどういう思考なのかなと思ったけどね。まあでもしっかり頑張ってほしいかなと思ってます。また2週目、延長してね、しっかり話します。以上。9番のプレイヤーは
発言してください。はい、4番さんと5番さんはちょっとまだわかんない。今日の釣り地、6番さんかな。6番さん、進行論しか言わずに4語の精査がなかったこと。まあ、7番さんも6番さん怪しむだけで終わったとこなんだけど、まあ、なんだろう、喋ってる人の精査をしてるんで、まだ残していいかな。8番さんも、6番さん怪しんで、まあ一応精査してたんで、で、6番さんすごく生存欲があるよね。だから今日6番さん釣りでいいと思う。さすがに4語の精査してほしかったかなと思います。今日6番さん釣りでいいかな。やっぱり精査してないからね。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、お願いします。霊能です、霊能。で、6番の途中の辺から、まあ8番の途中まで話が、聞けなかったんですが、9番の言ってる6番に対する精査ってめちゃくちゃ不当だなって感じてて、9番視点でも4番5番に対しての精査って落とせなくて、4号は2周目っていう精査を落としてるのに、それを6番に求めるのって不当じゃないかなって一番感じました。はい。で、あとね、まあ6番を落としたいっていう気持ちはわかるけど、なんていうのかな、生存意欲が見えるから狼目がある、あくまで狼目があるだけで、それって村でも全然ある思考だと思ってるかな。だって自分の村知ってたら自分が釣られるよりかは人外の可能性がある人間を釣れた方がいいんじゃないって自分は思うから、なんかその一点だけで6番が狼思考だっていう思考の方がうんって感じたかな。自分8番9番の精査ってあんまりしっくりは来なかったかなって思ってますね。はい、まあそれぐらいかな。気になったのはそれぐらいで、7番8番が、あ、2周目、あ、ごめんごめん。2番のプレイヤーは発言してください。はい、占いです。7番さんに白が刺さってます。乱白7番さんに白が刺さっています。で、1番さんは霊能っていうことで、でも1番さんの精査が私あんましっくりこないな。占いとして私占いたくないの6番さんなんですよね。6番さんは生存意欲はすごくあって、感情で生きたいで、自分は生き残りたいから、票集まりそうなとこ釣りたいって言うんだけど、確かにローなら言わないかなとも思うんだけど、一方でなんだろうな、あんまりそういう村人を占いたくないなっていうのが、でも白が出た場合ね、難しいなと思う。6の1はどっちで精査していいのか分かんないなっていう。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師ではありません。はい、村人陣営です。はい、占い神格で俺は見ていきます。2番神明、まあ硬いかなと思います。つうわけで、まあ、釣りたい位置っていうのはもう発言っていうよりも盤面的に、まあ早い位置、まあ出れなかった、まあ、黒がいるのかなっていうところ、あるいは強人もいるかなと、4、5、6、まあ、7は白出てるから、もう7はもういいです。4、5、6あたりで釣っていきたいなと思う。そうすると、発言が全然4、5に関してはぶっちゃけねえ、わかんねえけど、6に関してはね、まあ、俺は普通に釣りをしたいと思う。占いたいっていうよりも、俺目線、なんだろう、わかんねえのよ、6がそういうプレイされると。村なのか、あるいは人狼なのか。っていう意味で、その票とかも分かんないから、票を見てもどこ投票してるか。俺6番普通に釣りたいと思う。以上。4番のプレイヤーは発言してください。あ、2周目です。お願いします。ちょっと難しいな。霊能使用さん、うん？霊能使用9番さん。潜伏っていうか、そっか、2周目だから出てきた感じか。あ、ごめんなさい。あ、じゃあ91が、でのということで、まあ、9番さん、じゃあ、狼目があるのかな？ちょっとわかんないですけど、一角しちゃったから、とりあえず逃げたみたいな印象は持たれるよね。わかんないけど、どうしたらいいのかな？ちょっととりあえずグレー精査しよう。ちょ、グレーでしょ？まあ、8番さんに言うと、僕は釣り切りって、そうだね、ちょっと表現が間違えてた。霊能者を釣り切った上で、3日目に、まあ、決め打つつもりでした。ちょっと申し訳ない。いやー、この位置むずいな。
6番さんはね、生存意欲バリバリ出してたよね。9が6釣りたいって言ったんだっけ？あ、じゃあ9は6に対しての。あ、そう。あ、まあ、霊能審議すると、まあ、1番さんの言ってることはすごい、おおって思ったんだけど、まあ、捉え方っていうか、まあ、9あ、番職さんっ員てさ多んいら分っなんしか6ゃい。番に対して、なんかリアクションくらいしたらみたいな。4号に対してさ、2周目っていうコメント残すくらいしたらみたいな感じで言ってんのかなと思ってたんで、1が狼の可能性もあんのか。どっちもなんか6に対しての軸だから、6はちょっと釣りたくないな。なんか91が狼かもしんないかな。なんか6がさ、軸になってるのが、なんか、あるじゃん？わかります？ちょっと、はい。5釣り。5番のプレイ5？ ヤーは5発言し次？てください。5次って言ったよ。まあいいや。で、キューマさんがなんで潜伏していたのか、まあ理由は言ってほしいです。まあ言わなかったら。で、今日は例のドラ場面なのかよくわかんないんですけど、まあドラ行くなら現状9かな。まあ9番さんは6が物理を醸す発言をして、で、まあ7、8、9ってそこからどんどん6が叩かれていったわけだけど、別に6の発言、まあ確かに村側ではちょっと、まあ言ってることはおかしいって思うんだけど、まあ6番さんみたいな発言をする人がいないと正直議論が発展していかないから、僕は6番さん別にそこまで黒くは見ていません。っていうところで、霊釣りなら現状9かな。でも6番さんが、なんだろう、裏目に出て逆に狼っていうのもある。あと3番さんは、まあ、やっぱり3番さんのところで出ないっていうのは、やっぱ普通にか、シンプルに考えて3番さんは村人陣営でいいんじゃないのかなっていう気はしますね。で、7番さんの今日はまだ追えないかなって感じですね。以上です。6番のプレイヤーは発はい、言してください。僕を今釣りたい人は、僕を何で見るんですかね？今平和村になって、もし僕が人狼だとしたら、人狼一人釣られて平和村ってかなりきつい状況じゃないですか。絶対助けると思うんですよね、相方。だから、まあ4号で出れなかったっていうのは確かにあると思うけど、俺の相方が4号でね。まあそこは、まあどうなんだろうって感じだけど、そうだったら何も言えないんだけど、そう、俺が人狼だったら絶対相方助けるし、こんなヘイト向かないし、狂人、起きされるから、スムラです。はい、スムラって言っておきます。太鼓出ません。スムラです。狂人でもないです。そうですね。まあ、平和村なんで、でも4番と5番さんは、全員にいる、なんか、釣り押されるかなと思ったら、意外と釣り押されんくて。でも1番さんの言ってることまっとうでしたけどね。9番さんも、4号色落ちないのに、なんか触れてないだ、俺を叩いてくるっていう。生存意欲とか全員言ってますけど、そんな3人目で 3人目のあの発言でそんなまともに捉えられても困ると言いますか。4番5番の色なんてつけれるわけないし、そのトップバッターと2番目だよ。どうかなと思います。はい。僕を釣りたいという人はこの後ね、何で見るのかはっきり言ってください。人狼なのか狂人なのか。スムラですよ。役はないです。言っておきます。釣り位置は、まあ、霊能ローラーだったら9番。で、グレーだったら3番です。なんか6番一本指定してきたんで、流れに乗ってね。7からの流れに乗って。はい。3番釣りたいです、グレーだったら。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、3番は占い1ぐらいでいいんじゃないかな。いやーね、本当だったらね、ここでね、もう三人会見つけましたってやつやりたかったんだけどね。91にどっちか一人会ぐらいしかわかんない。なんかね、2周目違和感に思った会話はね、4番がね、最後にね、で、ごつりごつりって言った後ね、5番がね、俺釣るの？まあいいや、みたいな、その会話がなんか変だなと思ったよ。だから霊能心境の4号も考えたんやけど、6番も6番でな、なんか平和村想定してこんなヘイト向けられたことを、なんて言うんだろう。なんて言えばいいんだろ
平和村を想定してあんなにヘイトを自分に買ったのかなっていうふうにも思えるような発言だったよね。うん、あえてそれを自分で言うかみたいな。でも、なんか4、5、6に固まってそうな感じはするけどね。うん。はい。まあ、もう黙って噛まれます。狩人です。狩人です。はい。狩人です。きつーこれ。あー、くっそ、なんか命令させろみたいな感じで、もう三人会パッと見つけて、なんかもう村にシュッって命令して、なんかもうかっこいい動物かかったのに、もう何もせず噛まれます。はい、お疲れ様です。8番のプレイヤーは発言してください。そうか、まあ、1番さんがその9番さんに対して4号の精査がないって言ってたんだけど、9番って4号は2周目っていう風に明言してるから、6番ってそれすらも言ってなかったってことなのかな。だから9番さん言ったのかな。まあちょっと霊能に関しては分かんないけど、6番さんがその3番さんしてっていうのがちょっとよく分かんないなと思ったから。3番さんってだって最終位置で、6番さんこそ3番を何で見るのと思った。6番さんって生存欲があるからこそ狼で見られてるっていうふうに俺は思ってるんだけど、3番さんって何で見て釣んのかなって思ったかな。で、4番さんのその5番さん釣りっていうのもちょっと、説明不足かなと思った。なんで5番釣るのかも言ってなかったし、4、6はあるかなとはちょっと思ったけどね。霊能心境で見るんだったら。かな。なんか、ぶっちゃけ、その6番さんの3番さん釣りもちょっと気になるし、俺6番やっぱ釣っとくべきだと思うんだけどな。俺思ってるけどね。今日グレーなんだったら。ちょっと発言が俺とやっぱ違う。なんか人外思考な気がするから、6番つっといてもいいかなと思ってるから。6時点で4かな。4の5の釣りがちょっと雑すぎるかなと思ってる。今のところ6で絞ってる。以上。狼で見てるね、6番は。9番のプレイヤーは発言してください。俺5か6から行きたいね。今日レイロラはないよ。グレーツって2番さんの占い師狭めるのが筋なのに、あの霊能心境って見えてレイロラに持ってって占い師を広めようとしてる5、6、やっぱ怪しいよね。自分を2周目に出た理由って、俺まず潜伏しようとしてたけど、1番さんに出たから出ただけね。平和になったから出たっていうのはちょっとやめてほしいかな。1番さんも1周目に出る理由ちょっと言ってね。出る理由ってないと思うけどな。ちょっと8番さんがちょっと3番さんかばって、6番さんが怪しんでるからちょっと38のラインも見えるけど、明日霊能決め打ちなんで自分のことを2攻めで見てる5、6どっちかから釣っときたいかなと思う。自分が霊能だからこそ6番さんの生存意欲は結構狼あるかなと思って6釣りをしたんだよね。で、1番さんが6かばったのって1番強靭で6をかばいに行ったようにもちょっと見えたね。どうしよう。明日ちょっと霊能決め打ちなんで俺のことを2攻めで見てる5、6は釣っとかないと人外票になるんだよね、村側だったとしても。なんで現状5番さん釣れそうになんで6番さんから行こうかな。ちょっと霊能から行こうとする視点は占い値結構広まるから人狼視点だよ。だから5、6も俺あると思うから6番さんから行こうかなと思って。1番のプレイヤーは発言してください。はい、2周目お願いします。そもそも平和盤面で占い値うんぬんかんぬんって言ってるけど、7番に白が出てて7番から強靭目って拾われてないし、7番実際狩人なんでしょう。あ、7番狩人か。関係ないわ、ごめん、関係ないですね。7番がスムラだった場合はもう一人スムラ探せれば勝ち確盤面だからって言おうと思ったけど、まあ意味なかった。
そうだね。グレイチに関して気になったのは、まあ、この盤面で霊能ローラー7番が、狩人じゃなかった場合は別に霊能ローラーしても構わないと思ってるんだよね。っていうのも、7番がスムラだった場合、もういいや、この話はいいや。で、どうかな。ちょっとね、わからんわ。1周目で自分が思ったのは6番ズネっていうのは、6番を占いたくないとかね、占い師が6番を占いたくないとかいうのはわかるから6番落としはいいけど、じゃあ8番9番って6番に対して村っていう星座は落とせなかったのっていう、生存欲があるからっていう1点で6番狼思考だっていう精査しか落とせないのが8番9番の人外味じゃないかなって一番感じたって感じ。はい、そうだな。あと3番占いって言った人間誰だっけ、ちょっとごめん、誰がどの発言したかあんま覚えてなくて、3番占いでじゃあ3番黒結果落ちましたどうするのって思うけど、ね、3番黒結果落ちた場合って最終日2分1の盤面作ることになるよ。人外は初日で人外落とせなかったりね、その後村を釣ってしまった場合ってなんかそういうケアも全くないなって思ったから、3番釣りって言った人間誰、それ教えてほしいな。とりあえずその思考を持ってる人は釣りたいなって思ってます。はい、以上です。2番のプレイヤーは発言してください。3番釣りって言った人なんていたかな。私も大概デフォクロなんですが、すごいね、456はどれかは村なんだろうけど、デフォクロだなぁと思いました。あと91は今日行けません。もう、91は新居だと見てます、私は。で、9の方が新かなと思ってます。理由は、盤面的なものになるけども、部屋村になって9が後から出るんだったら、陣が出たら占いで出ると思うんですよ。わざわざ霊能で出る意味ない。これ霊能で出るって、で、狂人だったとしても結局占いで出た方がいいと思うので、盤面的には9の方が真かなと思っているし、一番さんのさっきの発言で、ローラーしても構わないっていうところを見ると、一番さんの生存欲はあまりない1の方が狂人かなと私は見ています。なので91は9を触らなくていいかなと思っている。狂心進行でいいかなと思っています。基本はね。一番さんの発言があまり、なんだろうな、しっくり来ないっていうのもある。一番さん456に全く触れないで8ばっかり言ってるでしょ。そこの理由も述べてない。あんまり私8の黒要素はそこまで終えてない。つうか456が黒くて、どこかに村がいるんだろうけど、どこかに村はいるんだろうけど、どれだかわからないっていう感じ。今日5番さん行きたいかな、個人的には。5行って6占いたいかな。っていうふうには思っています。私は、こういうことがなければ、一番最終の3番さんを占って、白確定させるのが本当はいいんですけど、ごっつりいいね。5行って6占いが今のところ、ベストなのかなって考えてます。3番のプレイヤーは発言してください。うん、そうですね。俺は6釣りたいです、相変わらず。うん。そうですよ。3番を釣りをしたのは6番です。うん、理由？俺を釣りをしてきたから3番釣りたい。うん。あなたはじゃあ俺を何で見てるんですか、一体。狼で見てるんですか、狂人で見てるんですか、何で見てるんですか、一体。そもそも狂人だったら、うん、100% この位置出る。まあ、人外だったらそもそも出るよね、絶対この盤面だったら。うん。そう。その時点で、うん。なんで俺が黒くなるのって。いや、むしろこの村だったら俺、最白レベルだと思ってるんだけど、自分で。うん。まあ、そう言うとそれが黒いって言われるから、あんま言いたくないけれども。うん。そう。で、レイローラしたいって言ってたら意味はわからないと思ってる、正直。今日はグレー詰める盤面だから、4、5も意味がわからないと思ってます。あ、グレー釣ってたっけな、どっちか。4だったっけな。うん。ちょっとその辺俺も把握漏れてて申し訳ないけれども、うん。普通に6を釣りたいです、俺は絶対に。うん。もし白だとしても、初日の発言のところからもう、わからんのかな、正直。困る。残られても、はっきり言って。うん。6で黒落ちると俺は確信してる。霊能は心境でしょう、どっちみち。多分。うん。わかんねえけど。で、何言おうとしたっけな。ド忘れした。そう。ああ、そう。そんなに俺が気になるやつがいるんだったら、うん。
初日に俺釣らないと釣りきれないと思うよ。うん。だから俺含めて3、4、5、6のランでいいんじゃないと思います。俺は6で1本。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。ちょっと3、6切れてるから5行こうか。4、5のライン切りもありそうだしね。うわ、6ないやろ。これ6の狼ないわ。ごつり。5番のプレイヤーは発言してください。あ、これこのままだったら俺が釣られんな、これ。6、んだよね。でね、6番さん行った理由は本当に悪いんだけど、まあ、6番さん正直そこまで黒く見えてないんだけど、やっぱり、俺が釣られるってなるとやっぱり、俺6番さんのことあんま黒く見てないんだけど、正直言って6番さんが黒の可能性もあるし、俺村だから、村が釣られるより黒の可能性があるやつが釣られた方がいいと思ってる。だからまあ6番さんには悪いけど正直6言ったから。んで、多分このままだと俺が釣られるから、黒行った例のが偽ね。はい。で、2番さん占い師変えてもいいと思った。やっぱ、なんだろう。狼に鎌をかけるっていう、こともできるから、やっぱ、脳死6占うんじゃなくて、まあ、別にさ、他のところ占ってもいいと思いましたよ。6番のプレイヤーは発言してください。みんなが生存意欲、生存意欲言うんで、作戦変えました。もうガンガン行こうぜで、もう自分の黒いと思ったところに出ましたよ。もう釣られ、もう俺が釣られないために生きるんじゃなくて、怪しいところにちゃんと入れました。作戦を変えました。行動でもう見せましたよね。3番入れてます。僕が人狼だったら絶対5番入れてるから。ね、わかるよね。なんか3番さんってさ、なんか結局話全然聞いてないし、ふわふわだったし、あとさ、話の途中に、ないないんだよね、うんって。そのうんっていう合図値が35回も言ってるんですよ、3番さん。ないないだよね、うん。4番さん、ないないだよね、うんって。その合図値ってね、自分を安心させるために、自然に出ちゃうんですよ、人って。だから嘘ついてるなと思いました。なんでそんなに焦ってるのかなと。だから、これ3、8ありそうやね。はい、3、8ありそうやね。違う、ごっつりの3、8ありそう、1強やろ。1周目出てきてるから。これ3、8人狼あるな。5番。4と3か。選ばれました。あー、3、4人狼あるかな。5番のプレイヤーは発言してください。そうだね、1が俺に加えてるけど、まあいいや。で、これ霊能結果黒って言った方が偽ですよ、マジで。はい、なんか黒出るような布石打ってんな。あ、まあ別に、まあ言われたらそこまでなんですけど、まあカリルと護衛は、まあ脳水で占い師にしてください。やっぱりなんだろう、別にグッジョブあっても名は減らないんで。だからまあ脳死で、もう2日目、3日目で占い師も死ねばそれで十分なんで、もう変態合意して2抜かれるとか本当にありえないって、まあ、脳死で2ってくださいよ、絶対に。で、狼別に今日2巻でグッジョブされても別に何のデメリットもないんで。だからまあ、狼絶対2日連続で2巻んで、7番さん絶対2巻ください。さあ、何色だ？これ黒出した方って。ずれた。ずれた。入れてるね。
や、5、6ないやろ。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。7番のプレイヤーは発言してください。はい、はい、はい、あ、お疲れ様でした。ごめん、あ、お疲れ様でした。はいはい、はい、お疲れ様でした。3番さんが黒で、5番さんが角黒。はい、お疲れ様でした。あの6番さんのね、なんだろう、うんっていう相づちを35回言ってる、死ぬほど面白かったんだよね。結果語りか。死ぬほど面白かった。うん。いや、あれいいなと思ったな、俺めっちゃ。うん。死ぬほどいいと思いました。結果語りやわ。お疲れ様でした。8番のプレイヤーは発言してください。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。はい、お疲れ様でした。うん、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 うん。お疲れ様でした。3番さん、狼だったんですね。3番さん、はい。狼だったんですか？はい。え、6、いや、そっか、だから、3番ってあれか、6番に行きたがってたのか、うん、2番が5番行きたいって言ってたのに。あ、そういうことね。うん。俺もちょっと6番さんのその、運を35回言ってたっていう、あれにまあちょっと胸を打ち抜かれましたね。うん。俺はぶっちゃけ。うん。あ、この人村かなって思った。うん。以上。9番のプレイヤーは発言してください。まずね、ちょっと自爆しないの怪しまないのみんな。3が狼な自爆案件ね、これ。3が狼な自爆案件だから2番さん結果語りでしょ、これ。それが見えてる俺人狼とかやめてよ。2番さん結果語りじゃないの？違うの？もう結果語りなら自爆案件だよ。産後人狼の一強だから自爆案件だけど、ちょっとしないのは、ちょっと違和感あるけど、まあいいけど。なんか違和感あるな。1番のプレイヤーは発言してください。はい。3番人狼やったら、本当に自爆案件やと思ってます。5番角黒の、にがりせっていうことを言いたいな、3番で。にせ進行は無理だと思うけどね。3号か、3号。ね、昨日思ってたのは、まあ、3号じゃないな、4号か。4号かなって一番思ってたかな。はい。4番、5番、狼、9番、狂人かなって思って、まあ、6番のね、あの遺言は普通に白かったと思ったから、6番じゃなくて5番に入れて、5黒出たから4号かなって思ってましたね。はい。2番のプレイヤーは発言してください。いや、まずここは私のセンスを褒めてほしいとこですよ。ちょっと褒めてよ。私結構、私5釣りで押して5釣ってちゃんと3のロを見つけたじゃん。ちょっとちょっと、いや、これ9番さんがちょっと私若干人外要素が出てきたなと思っちゃったよ。1が進化なと思うけど、まあもうどうでもいいけどね。どっちみち91進境だからどうでもいいんだけど、語りじゃないです。サンクロで間違いないです。で、占った理由というと、6がどん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 村っぽくなってきて、やっぱ、あのね、6番さんとして同じタイプなんですよ。私も結構感情で動くタイプで、自分が村だった場合ね。なるべく残りたいと思うし、残りたいから釣りたいと思うし、気持ちはめっちゃ分かってて、ただね、その運を35回言ったわ、私もちょっと心、疲れたから。で、6と相反してるのが3だと思ってて、で、3はどっちみち、占いたい位置ではあったんです、最終位置でだったからね。ここに白が出れば、3に白が出れば、私は結構強いと思ってて、それもあって6じゃなく3に行きましたね。で、5は黒かなっていうのはずっと思ってたんで、5行って、で、3行って、ほら、私、なかなか
やるじゃないですか。褒めてくださいますよ、村のみんな。知らないで私は最速の勝ち方をしたんですよ。でもなんで噛まなかったの？なんで噛まなかったの、3番さん。いや、噛んでる。7番さんはちなみにその位置であまり狩りに出てほしくなかったな、私。まあ、いずれ噛まれるにしても、まあ、出た方が良かったのかな、乗っ取りも含めて。うん。7は最白だったよ、最白。じゃあ3番さん行って終わりましょう。3番さんお疲れ様でした。3番のプレイヤーは発言してください。いやー、結果が当たり待ちなんだけど。うん。俺最白だよ、相変わらず。そう。俺35回もうんって言ったから、自分でもね、結構言うことは分かってるんだけれども、結果語りはまだ35は盛りすぎだと思う。10回ぐらいじゃないかな、と思ってるけど、まあいいや、うん。とりあえず、終わらないんで。これで俺釣られたら納得いかねえで、はい。そうっすね。とりあえず語りで多分最後に言ってくれるんでしょう、黒の位置を。まあ、そこに投票で間違えないように気をつけてください。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、4番です。いや、僕ね、6番さんに入れちゃったんでね、ちょっと申し訳ないですよね。6番さん、なんか2番さんが6番占うって言ってて、強靭かな、この人って思っちゃったんで、まあ、占ってほしくね、6潰しとこうって思っちゃったんですよね。5の方が黒かったんですけど、ちょっとね、申し訳ないですね。3番入れます。6番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、結論から言うと、あの3番さんの運っていうのは、あの8回です。8回なんですけど、まあ僕はあの心理学をね、あの専攻してるので、あのどう言えば人がついてくるかっていうのを分かっております。なんで、あの数字を盛ることでね、誰も数えてないんですよ。印象っていうのは強くて、あの運っていう印象は多分みんなもあったと思うんですけど、35って言っても違和感ないんですよ。で、みんな案の定あの5番に入れてくれたということでね。はい、あ、お疲れ様でした。はい、投票を始めてください。結果足りじゃねんかよ。ありえん、ほらじゃないね。3番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、村人の勝ちです。すごいな、この占い師。狼しっかり指定してたね。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。